レジナルド・ジョンストン。サー・レジナルド・フレミング・ジョンストン。サー・レジナルド・フレミング・ジョンストン。1874年5月21日から1938年12月10日は、イギリスの中国学者で、新朝最後の皇帝である、愛深羅不義の家庭教を務め、イギリス咀嚼地の異界への行政長官となった。中国の公式名は、小四八氏。

イギリスの咀嚼領であるイカエイに、痴漢として赴任した。その後、侵害革命後も資金上に住んでいた、新朝皇帝の愛新閣ラフギ、在位1908年から1912年の、貢献役的立場になっていた、厚志新郎、はじめと、政大公の側近であった、李光省の息子で、新国の金査全権大臣を務め、中イギリス特命全権大使でもあった。 理系法の勧めによって、1919年にフ義の帝氏、家庭教師に選ばれ、ヨーロッパ人としては初めて資金上の内定に入った。フ義は、当初、見ず知らずの外国人であるジョンストンを受け入れることを拒否していたものの、ジョンストンとの初対面時にその後学力と博学ぶりに感心し、一転して受け入れることを決断した。その後は、家庭教師として富義に、 大きな影響を与え、その信頼を得た。その後、富義はジョンストンより日々教育を受ける中で、洋服や自転車、電話や雑誌などのヨーロッパの最新の輸入品を与えられ、洋服には似合わないとの理由で弁髪を切るなど、資金場内で生活をしながらも、ジョンストンがもたらしたヨーロッパ、イギリス風の近代的な生活様式と思想の影響を受けることとなる。 その後、府議は、ジョンストンや、新国の大阪総領事や、総理賀門省警、コナン不正主等を歴任した後に総理内務副大臣、教育係となった、提交書の勧めを受けて、資金上内の経費削減と近代化を推し進めると、ともに、漢岸の汚職や、資金上内の美術品の横領を一掃するために、中華民国政府の力を借りて、約1200名いた漢岸のほとんどを一斉解雇し、 助官をを、を追放するなどのの資金上内の近代化りり議論呼んだりした。このような不義の近代化に対して影響力があると見られたため、官官らの一部から嫌われることもあったほか、官官や中華民国政府内の一部から雇用マスコミを通じて攻撃を受けることもあった。しかしその後中国の武力統一を図る軍閥同士の戦闘はますます活発化し、 1924年10月には、氷玉賞と孫竹が起こした第二次、笹ぐじ戦争に伴うクーデター、北京政変が発生し、直霊派の総庫が監禁され氷玉賞と孫だけが北京を支配することとなった。さらに氷玉賞と孫だけは、政変後に、定合を廃止進出優待条件の一方的な生産を通達し、資金上に軍隊を送り、不義と、 ジョンストンらを、資金上から強制的に退去させた。当初、不義は厚紙新能の王宮である北府へ一時的に身を寄せ、その後ジョンストンが、総理内務大臣の提抗書と、陳方針の意向を受けて、上海疎開や天津疎開内のイギリス公館や、オランダ公館に被護を申し出たものの、ジョンストンの母国である、イギリス公館からは、内政干渉となることを恐れ受け入れを拒否された。 頼りにしていたイギリスとオランダから受け入れを拒否されたジョンストーンはかつて関東大震災の義援金などを通じて不義と顔見知りであった日本の吉沢健吉特命全権講師に受け入れを打診しこれに対して吉沢講師は最終的に受け入れを表明し不義ら一行は11月29日に北京の日本講師館に入り日本政府による飛護を受けることになった 翌1925年2月には、帝公所と日本のシナ中東軍、中天津日本国総領事館の仲介で、冬一行の身柄の受け入れを表明した日本政府の勧めにより、天津市の日本疎開の長遠に移ることとなる。なおこのことは、1905年の日露戦争の勝利によるロシア権益の異常以降、満州への本格進出の機会を狙っていた日本陸軍、 関東軍とフギがその後緊密な関係を持ち始めるきっかけとなるものの、この頃の日本政府及び日本陸軍の立場はあくまで第一次世界大戦における同盟国であり、当時も強力な友好国であるイギリス国民であるジョンストンの申し出を受けて、イギリスとオランダが受け入れを拒否したフギを一時的に疎開内に庇護するだけであり、フギとの関係を積極的に利用する意思はなかった。 それどころか、日本政府は、資金上から強制的に退去されたものの当時も、中華民国及び満州に強い影響力を持っており、政治的に微妙な立場にいた不義を受け入れることが、中華民国に対する内政干渉になりかねないと、困惑していた。不義の身元が安定したことを受けてジョンストンは停止を辞任し、天津港より P&O の帰船で、イギリスに帰国した。なお、 ジョンストンはイギリスに帰国する直前に、天津に滞在していたフギを訪問。ジョンストンの献身に深く感謝したフギは、この際に、ジョンストンに記念品を貸ししている。帰国後には、ロンドン大学の東洋学及び、中国語教授に就任した。1927年には、イギリスが中華民国から咀嚼していた山東半島北部の異界英植民地行政長官。 弁務官に就任した。イカイエは1898年に、当時海峡を隔てた旅順は、ロシア、三島半島南部の甲州湾、チンタオは、ドイツが咀嚼していたため、勢力均衡上、イギリスが咀嚼した土地で、ポートエドワードと呼ばれていた。1930年初めには、イギリス王より、サーの称号を授けられた。同年10月1日、イカイエが、 蒋介石の南京国民政府に返還されるまで長官を務め、異界英を政朝のマンダリン、官人のように統治したと言われている。なお、ジョンストンはイギリスに帰国する直前に天津に滞在していた溥儀を訪問し、この際に溥儀はジョンストンに記念品を貸ししている。ジョンストンは1931年に太平洋会議への出席のために再び、 中華民国を訪れた際に不義と再会する。その後1934年に公務を引退して、故郷のスコットランドに帰り、小さな島、アリアンライに膨大な中国古典の蔵書と共に住んだ。同年には、不義の家庭教師時代から不義の満州国、元首、失政までの動向を綴った、資金城の黄昏、現代、トワイライト・イン・ザ・フォー・ビルン・シティを表し、 同庁は不義に捧げた。翌1935年には満州国を訪れ皇帝となった不義と再会するなど不義との交流は生涯を通じて続いた。その後1938年にエディンバラで死去。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。